会派立憲民主社民の三上衣です海上運送法等の一部を改正する法律案について引き続き質問をさせていただきます知床遊覧船の小型旅客船カズワンが沈没し乗員2名そして乗客24名が死亡行方不明となる重大事故が発生して1年になります 亡くなられた方々に哀悼の意を表しますとともに、行方不明の方々は一日も早く発見されますようお祈り申し上げます。また、被害に遭われたご家族の皆様方にお見舞いを申し上げます。カズワンの事故により、知床遊覧船の桂田社長が、自らを安全統括管理者と運航管理者を任命していたことが発覚いたしました。カズワンは令和3年に2回の事故を起こしました。 そしてカズワンを所有する知床遊覧船に対し、特別監査を行って、安全管理規定等の違反により、是正を行うとともに、その後の抜き打ち検査で、改善状況の確認を行いました。にもかかわらず、国交省は十分な確認ができていませんでした。国交省はその検査について、十分な確認ができておらず、見抜けなかった理由について、大臣に伺います。 斉藤国土交通大臣、はい、あのご指摘いただきましたように、監査、検査を行いながらあ、今回の事故を防げなかったこと、これは大変重く受け止めているところでございます。えー、監査を行いながらあのこの、防ぐことができなかった、その監査の実効性についてでございますが、運輸安全委員会において、引き続き調査中でございますけれども、国土交通省におきましては、昨年12月に、 旅客船の総合的な安全安心対策を取りまとめ、監査の強化に取り組んでいるところでございます。具体的には、運行労務管理官の増員、人命最優先、安全第一で厳格に監査を行うとの意識改革の徹底、運行労務管理官の能力の向上などをすでに進めております。このような痛ましい事故が二度と起こることがないよう、国土交通大臣として、 監査の実効性向上にしっ,かりくしっかりと取り組んでまいりたいと決意しております三上理君ありがとうございますこの事故を受けましてこの度安全統括管理者と運行管理者に係る試験制度が創設されることになりました指定試験機関が国交大臣によって指定されることになりますこの指定候補先としてはどのような機関を想定していらっしゃいますでしょうか 高橋海事局長お答え申し上げますご指摘の安全統括管理者ならびに運航管理者の指定試験機関につきましては、両管理者の業務の遂行に必要な海事法令や、船舶の安全運航に関する知見を有する機関を想定してございます三上利君。はい、えですで、ね、に船舶職員法で、小型船舶操縦士国家試験にかかる指定試験機関として、 一般財団法人、日本海洋レジャー安全振興協会を指定されています、えー、お配りした資料をご覧になってください。この民間機関役員15人のうち会長を含め、計5人が国土交通省出身、いわゆる典型的な天下り機関となっています。この協会の現状について、大臣がどうお考えになるか、指定試験機関には公務員出身者の採用を抑制しなければいけないと思っております。 試験事務の実施が結局、天下りポストとして利活用されることのないよう、国土交通大臣は指定試験機関を指定するとともに、指定後ですけれども、適切に指導していくべきと考えますが、いかがでしょうか斉藤国土交通大臣。はい、あのまず、前段の,あのこの日本海洋レジャー安全振興協会の現状についての大臣の見解感ということでございますけれども、まあ、現在、 船舶職員法に基づく小型船舶操縦士国家試験の指定、試験機関には、法令で定める客観的な基準に基づいて、日本海洋レジャー安全振興協会を指定しております。この機関の人員体制につきましては、この機関において決定するところでございますけれども、その場合でも国家公務員法の再就職等規制など、 決められたルールが遵守されるのは当然の前提として必要な人員体制が構築されているものと考えております、まあ、公団の <coughs> 適切な制度運用すべきではないかということに関しましてはあの今回の改正法案において新たに設けられる指定、えー、試験機関につきましても民間機関を活用するにあたっては民間機関からの申請を受け 法令で定定める客観的な基基準に基づいてて指定を行うこととしております、まあ、新たに設けられる指定、試験機関の指定にあたっては、公正かつ透明なプロセスが現に確保されるよう、適切に制度の運用を図ってまいりたいと考えておりまいかめえり、ー、君。この指定機関だけではなくて、えー、続いて登録機関についても、天下りの状況を伺います。 今回の知床遊覧船事故で問題が指摘された、日本小型船舶検査機構、JCI ですけれども、船舶安全法により設立されたこれ、法人でございます。この理事長も今年の1月まで歴代の海事局長経験者の指定ポストとされております。また、前理事長はそのまま、この日本海洋レジャー安全振興協会の幹事となっていらっしゃいます。 これに加えまして、船舶安全法では、船舶に乗せる物品が国土交通省の安全基準を満たしているかを検査する、登録検査機関の登録制度を規定しています。この登録検査機関として登録されている、一般財団法人、日本白用品検定協会の会長も、国土交通省出身で、こちらもこの日本海洋レジャー安全振興協会の幹事を、 兼任していらっしゃいます大変多くいらっしゃいます知床遊覧船事故の再発防止策として寒冷海域における救命以下だ等の設置の義務化などが打ち出されているんですけれどもこうした協会に検査手数料が入って天下りの温床となっています今回の法案でも先ほどお木議員からありましたけれども 登録安全統括管理者講習機関、登録運行管理者講習機関、登録特定操縦免許講習機関と、3つも登録機関の名前が出てきます。再発防止策と天下りがこれ絡み合わないように、しっかりと大臣にはご指導をいただきたいと思います。まだ私が指摘ししたあの方々漏れれれているかももないんですけれども よろししくお願いいたしますそして天下りと言いますと、4月11日の国交委員会で質問させていただきました国交省の元次官で、東京メトロの現会長が、空港施設者に対し、国交省帯の副社長を社長に求めていた問題です。斉藤大臣は、国交交通行政の信頼の確保に向けて着実に取り組んでまいりたい。 しっかりとルールの厳格化を現役の職員にこれからも徹底してまいりますとお答えいただきました。そのここの天下りの件について前向きに取り組んでいらっしゃいますかお伺いします。斉藤国土交通大臣。はい。あの4月11日のこの委員会におきまして質疑いたあのご指摘をいただきました。その質疑を踏まえまして翌4月12日の12日の誘告 OB から働きかけを受けた場合の届け出義務など、再就職規制全般について、地方支分部局を含むすべての国土交通省職員に周知をし、改めてその遵守の徹底を図ったところでございます。え再就職規制をはじめとした法令遵守の徹底等によりまして、OB による影響のない、公平・公正な国土交通行政を推進してまいりたいと決意しております三上丹梨君。 この件については、報告書を今後まとめられるようなご予定でしょうか。斉藤国土交通大臣はい、あの今、この徹底をしっかり行っていきたいとこのように思っております。あの、えー、しっかり行っておりますので、改めて報告書ということは考えておりません。三上恵理君 ぜひ報告書をまとめられていただいて委員会で公表していただきたいと思いますがご協議いただけますでしょうか報告理事会で協議いたします三上恵理君次ですしれとこ遊覧船事故対策検討委員会が取りまとめられました旅客船の総合的な安全安心対策について伺います国の特別監査等が有限会社しれとこ遊覧船の 安全意識の欠如といったことを十分に是正させるに至らなかったこと、運行管理者の資格要件の審議について十分な確認ができていなかったことなどが指摘されています。国土交通省として、知床遊覧船事故の再発防止策を踏まえ、具体的にどのような現状なのか伺います高橋海事局長。お答え申し上げます。 事故対策検討委員会におきまして、昨年12月に総合的な安全・安心対策を取りまとめてございます。これらの対策につきましては、実施可能なものから速やかに実行に移しているところでございます。例えば、監査につきましては、抜き打ちリモートによる効率的・効果的な監査の実施、外部通報窓口の設置、指導事項の継続的なフォローアップなどのより、その強化に取り組み、また、検査につきましては、日本小型船舶検査機構の検査法の総点検是正、国による 実際の機構の検査現場の点検などにより、その実効性の向上に全力で取り組んでございます三上恵里君。一つ具体的に伺わせてください、事故当日なんですけれども、運航基準に基づいて、これ、出航を中止すべき条件であったにもかかわらず、船長は出航を中止せず、かつ、運航管理者である社長でいらっしゃいますけれども、出航中止の指示を行わなかった。 ここ大きな事実が指摘されています66の対策では、そうした判断を船長や運航管理者が行わないように、船長の質の向上のために講習や教育訓練の実施、また、運航管理者の試験による資格者証の取得、講習による更新制度の導入などを図っています。 出向を中止すべき条件、下で出向しないように、どのような対策が打ち出されているのかお願いします。高橋海事局長お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、当該事故とは絶対に出向してはいけない状況で船が出たということでございました。 出向可否の判断につきましては船長が出向前に気象解消情報を収集し安全管理規定に定める運航基準に照らして安全な航海に必要な条件が整っているかの確認等を行った上でこれを行うことだなってございます今般の改正法案では船長が特定操縦免許を取得する際に受講が義務付けられておりますあ義務付けられます公衆課程におきまして気象 解消情報に基づく出航可否の判断などに関する科目を新たに追加することとしております、これに加え、今般の改正法案では、運航管理者が気象解消等を勘案して、運航中止を指示する義務を明確化しました上で、船長や経営者も含めて、旅客船事業者の従業者は当該指示に従うことを義務づけてございます、これにより船舶運航の安全の徹底を図ってまいる所存でございます三上恵里君。 本来、出航してはならない状況の下で出航しないように、今おっしゃったような地域の関係者、そして旅客船事業者で安全情報を共有していただきたいと思います。よろしくお願いします。次に、旅客船の総合的な安全・安心対策ですけれども、悪質な事業者に対して厳しい態度で臨むことが必要であるとする一方で、法令を遵守している有料な事業者については、 適切に評価をして取扱いに差を設けるなど安全確保の観点から実効性と納得感のある制度設計を行うべきであると考えます旅客船業界中小零細事業者が大変多く存在していらっしゃいます今回の改正法による規制強化についても 事業規模に応じたメリハリが必要ではないかと思います事業者の事業規模に応じた対応について運行管理者と船長の兼務以外にどのような取り組みを推進するのかお伺いします高橋会事局長お答え申し上げます えー、今回の法改正ではあ、小型旅客船の船長等を対象としまして、初任教育訓練の義務化等の措置を講じて、その資質向上に取り組むこととしてございます。一例申し上げますと、承認教育訓練の義務化に当たりましては、事業規模の小さな小型旅客船事業者であっても、船長等の資質向上にしっかりと取り組みますよう、具体的な実施方法や留意点、使用する教材のレートをまとめたガイドラインを策定することを予定してございます。しっかり取りり取組んでまいりたいと思う三上理君 今回の事故を受けまして、事業許可にあたって事業者に締結させている、先客障害賠償責任保険の限度額についてです。現行の3000万円から1億円に引き上げることになっています。一方で、お金だけでは解決できない問題がございます。公共交通事業者が引き起こす事故、この事故のように、一度多くの被害者が出て、そのご家族も日常が、 突然に一変してしてままいますこの公共交通事業者が事故を起こした場合、被害者やそのご家族に対して、損害賠償以外に被害者等支援計画に基づいて、中長期的な支援が行われることとなってますけれども、もしこの被害者等支援計画を行って作っていない事業者が起こした事故だったら、どうなるのか、お伺いします。 河原林総合政策局長お答え申し上げます国土交通省におきましては、交通機関において事故が発生した際に、事業者により安否に係る正確な情報の提供をはじめとする被害者およびそのご家族への支援が適切かつ中長期にわたり行われるよう、平成25年に公共交通事業者による被害者等支援計画、策定ガイドラインを定めまして、事業者における計画の策定、公表を促進してきたところでございます。 えー、現在あの、の策定している事業者、これ、航空では90%、鉄道では約40%、一方、中小を中心に、事業者数の多いバスでは約5%、旅客船事業では約4%にとどまっている状況でございます。このため、国土交通省では、引き続き計画の策定を促進していくと,とともに、策定していない事業者におきまして、万一、事故が発生した場合には、 当該事業,事業者が被害者とご家族に対して万全の対応を取るように、事故発生直後から事業者に対する指導や支援を迅速かつ的確に行うことが重要であると考えておりまして、事業者による被害者とご家族への支援が確実に中長期にわたり、継続して行われるよう適切に指導や支援を行ってまいります三上恵理君。この被害者等支援計画については、ぜひ作成の促進をお願いいたします。 この事故を受けまして海難の救助体制です海上保安庁の釧路航空基地に機動救難士が新たに配備されると伺っていますどのような取り組みをその他に行っているでしょうか海上保安庁石井長官お答え申し上げます知床遊覧船事故を受けまして委員御指摘のとおり海上保安庁では4月に 釧路航空基地に機動救難士を新たに配置し機動救難士などがヘリコプターに同乗し出動してから1時間以内で到達できないエリアであった北海道東部海域についてこの状況を解消しております今後北海道東部海域におけるさらなる救助救急体制の強化を図るため今年度中に釧路航空基地へのヘリコプターの増強や オホーツク海域に面する部署への大型巡視船の配備を行うこととしております海上,海上保安庁におきましてはこれらの取り組み等により今後の海難救助を万全を期してまいります三上恵合君奄美大島と北海道の北部は県外となってますがそのあたりいかがでしょうか海上保安庁石井長官お答え申し上げますえ委員御指摘のとおり 機動救な士等がヘリコプターに同乗し出動してから1時間以内で到達できない海域は北海道北部及び奄美大島北部にもございますこれらの海域についてまずは巡視船やヘリコプター機動救なし等を当該海域に適切に配備し迅速な救助救急体制を確保するとともにさらに当該海域で先住的に活動できるヘリコプターを配置するなどしてこうした状況を解消してまいります いずれにいたしましても、海上保安庁ではこれらの取り組み等により、今後の海難救助に万全を期してまいります。三上いりま救助体制の充実強化をお願いいたします。以上です。質問